皆さんいかがお過ごしでしょうかゆうきチャンネルの中野さんゆうきです。さあ日本の定石を紹介させていただくシリーズ第3弾をやっていきたいと思います。えー、だいぶ久しぶりですね。さあ3つ目はなんですけどもこれまた北海道になります。えー、明治元年にですね、えー、建てられました、えー、こちらの城なんですけども、えー、函館戦争の際にですね、えー、松前藩によってですね 大、えー、島のの国、えー、日山郡の館、えー、現在の厚沢部町ですね厚沢部町でしたで大変失礼しました厚沢部町に建てられました日本の定石でございます、えー、前回ね五稜郭をね紹介させていただいたんですけども五、えー、稜郭ね、えー、茶こし郡とかね、えー、いうね定石を紹介させていただきましたで今回初めて城という名前が最後に付けられています縦城初めてですね城がね 私が紹介する中では初めて、えー、紹介する形になります、えー、では今回はこの縦城に関しましてですね、えー、紹介させていただきます、えー、従来ですね、えー、次回紹介する予定であります松,山あ松前城ですね、えー、この松前城に対しまして新城というふうにも呼びます、えー、完成直後にキ幕風の攻撃を受けまして、えー、落城してしまった国の史に指定されている縦城 えー、日本の定、ねえー、石百世にはされながら選ばれてはいないんですけれども、この縦城、そしてね、えー、松の城の次に紹介する予定でございます、資料家具、この2つはです、ねえー、北海道にとっては大切なお城の一つとして、ねえー、語り継がれていますので、えー、この2つに関してもです、ねえー、ぜひ詳しく、ね、話,話させていただく予定なんですけれども、えー、今回は、えー、縦城ということです。 えー、築城に関しまして、えー、江戸地を支配する松前派は松前城を本拠地としていましたが明治元年、ね、7月に起こった正義隊の空手隊によりまして、えー、孫王派に、えー、転じた後、旧幕府の攻撃に備えまして内陸部に新城を建設することとしました、えー、同年9月1日,、えー9月1日えー、函館府に築城を願ってい出るとともに,工,場に、えー、工事に、えー、着手しました えー、松前城は、艦砲射撃を受ける恐れがあることと従来の漁業広域経済からの転換、うん、を図るために、えー、浅沢川流域開墾の、うん、拠点をすることが、あ会場の近、うん 縦城築城の目的でありました、えー、工事をですね、えー、突入で進めた結果10月末には一様な完成を見たということです、えー、構造を見ていきたいと思います、えー、地積1万坪約3万3千平方キロメートル平方メートルです四方幅に2間、えー、約3.64メートルの空掘で囲み、えー、土塁を巡らし、えー、内側に丸太で柵を作り西側には表門北側には裏門を置きまして角谷、えー、本丸役所プシベ屋 ブベア2棟壁や米蔵などを設けましたが本丸以外は簡素な造りでありました、えー、城の周囲には東西,、えー、東西北が川、南には山が囲まれていて地形にも恵まれていたそうです そして、箱館戦争が始まりまして、こちらでのですね、えー、こう始まるわけなんですけども、9幕くんの松前城を攻撃に先立ちまして、えー、松前藩主一族は11月3日、縦城に移動します。11月5日の松前城陥落後も、松前藩は降伏せず、縦城、沙市を拠点に、 を体制を立て直す視点を見せたため、11月10日は松岡菓郎次郎が率いる艦隊200名が縦城攻略のため五稜郭を出発します。11月12、3日に途中の稲倉関厚差部町を抜きまして、11月15日にです、ね、縦城攻略戦が行われたということです。藩主一族は11月11日に江差市に避難しており、縦城守備隊は約60名ほどしかいなかったそうですね。その 日に9時ごろから攻撃が開始され1時間ほど激しい銃撃戦が行われた後、えー、裏門の下,から下の隙間から侵入した旧幕府兵が、えー、門を開け兵が乱入し,し、えー、白兵戦となりましたまな、えー、トを盾にしつつ、えー、立ちで戦い壮絶な戦死を遂げた松前法,法,法華寺の元僧侶である軍事方、えー、三上長人の奮戦もあったが昼、えー、ごろには落城消失し、えー、松前兵は敗走したということです、えーなお盾上に には、松前城から運んだ突起です。とか、えー、宝物などがありましたが、え9、ー、0は後日人に託して松前藩へ返却しています。で、この縦藩というのですね。ありまして、えー函館戦争終結後、松前藩は縦状にちなんで縦藩を名乗ったということもあるんですけども。も、えー、この縦場というのはですね。すぐにこうなくなってしまった。というね、えー、こう意図があります。 えー、この函館戦争に先立ってね、えー、作られたものなんですけどもまあほぼ1年2年そのくらいでねこう亡くなってしまったね、えー、お城でございましてまあそのおかげもあってね、あのー、知られているのも少ないかある,あるのか日本の定石百戦にあつあ残念ながら選ばれていないというね、えー、ことになっております、えーまあ、ゆえにですねお城というのは皆さんお考えの通り江戸時代、えー、よりとかね、えー、そちらの方に建てられたねえ測、ー、をね、えー、うちあのー 出ると思うんですけども実は明治時代もですね実はお城が建てられていたということもありまして、えー、次は松前城を、ね、紹介するんですけど松前城は完全に江戸時代に、えー、築城されておりますしかしあの資料閣ですとか、えー、松前城の次に紹介する、えー、資料閣そして今回紹介した縦城この2つに関しましては明治時代以降に、えー、築城されたお城ということになりますね、えー 一応ね、こちら記録としてね、しっかり残っていますので、またね、詳しいことはね、皆さんね、まあ、調べていただくとね、わかりやすいんじゃないかなとは思うんですけども、この縦条についてね、また、こう、詳しくね、話せる機会があったらですね、話させていただきたいと思います。では、次に、縦条。まあ、エミシンの映像のね、城ということなんですけども、ぜひね、 えー、今の調整がね、収まってから、まあ、見に行ってみるといいのかもしれません。今現在はですね、えー、北海道はですね、檜、えー、山郡の縦城、檜、えー、山郡の浅尾城というところにありまして、えー、これはね、本当に五稜郭、そして松前城と、えー、まあ、もに関係があるということで、えー、松前藩がですね、えー、函館戦争の際に避難してきたお城ということになります。でこの縦城というのはですね、 えー、浅,部浅部川の流域であるということで、えー、かなり内陸部の方にありまして、えー、山が切り開かれているところにあります。で、この浅べ地域という場所なんですけどもで、これ一応形的に見たらね、なんとなくカルデラのような、ねえー、形なのかもしれませんね。えー、ちょっとね、くぼんだところがありまして、 えー、ッサさべ地球にはですね、えー、まあ、こんな感じであるということです。はい、ということで、えー、本日の動画はここまでです。皆様ご視聴ありがとうございました。